基本的にはやっぱり段階的にその経済が成長するにつれて移行すると考えられていて、でその日本が高度経済成長の時はやっぱり第二次産業製造業で非常に成長したと。で今でもやっぱりそのトヨタとかソニーとかそういうものづくり、日本といえばものづくりみたいな会社が非常に世界的にも有名ですが、これからの社会はやっぱりそういう第三次産業サービスとか情報産業、こそ伸びるというふうにはもうこれ2、30年前からずっとそういうことはやっぱ言われてますね。龍馬先生がおっしゃってたよね。でそれは特に最近やっぱ実感されるのは中国とかやっぱそういう新興国が伸びてきて、その今だとその電化製品で韓国がすごいっていう話がありますよね。そのサムスンとか LG 電子っていうのが携帯電話とか液晶テレビだともう世界トップのシェアで、日本のソニーとかパナソニックって世界のシェアでいうと4位とか5位とかなって でも未だに日本の世界的企業といえばそういうものづくり企業をイメージしてしまうので、そこはやっぱり産業構造っていうのをもっと日本の中で転換して情報とかサービスとかそっちに特化しないといけないんじゃないかっていう意見はあります。なんかただなんかじゃあ何に投資したらいいと思いますか、龍馬先生。そこで僕はちょっとそのなんか非成長派的な話なんですけど、ちょっと僕聞き感じるというか、はい、なんか興味があるんですが、はい、生産消費者っていう考え方が、はい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 、要するにその例えばツイッターとかそのブログとか、そのなんか何のお金にもならないけれど、まあ、ある意味そのベーシックインカムがあるような、その要するに食べていけて、でもそれ以上は働かないけど、じゃ残りのその時間を何に使うかっていう時に、そういうまあお金にならないような商品、はい、でもそれが例えばその何か、ね、道聞かれたら人にそれを教えてあげるようなこういうね、イベントであるとか、はい、そういうお金にはならないけど、でも何か役に立っているようなことに、まあ、時間を使うと。で、それが、まあ、できるための最低限な、そういう、賃金とかでは何かで得ておく。まあ、そういった時に、その、まあ、言ったら、ね、今、この Facebook とか、ああいうものが、その、まあ、言ったら、僕だったら、まあ、投資したい場所ですね。ああサービスの情報とかもう一つ上の、なるほど、言ったらそのつながるっていうところですから、みんながその何かその欲してる、それから高野先生 の最初の話にもありましたように、うん、その本をただその参考文献ずらって並べるんじゃなくて、うん、この人がそのいいよって言ったやつが買いたいと、欲しいと、うん、でいうふうなような本の、なるほど、じゃあもうちょっとその人のつながりとかを促進するような分野に、例えばそういう IT とかそういうので Facebook とかブログとか、なんかそういうところにもうちょっとお金を、なんかすごい頑張ってる人がいたらそれを応援してあげたいという気持ちで、まあ国レベルでだからどうせその公共投資とかするんであれば、まあそこにお金をまあね、なるほど、いいことは起こるんじゃないかなっていう、はいはい、なるほどなるほど、それはそうですね、結構近い意見ですね、なるほどなるほど、はいはいはい、あ、じゃあもうあえて、まあ、脱成長派だけどあえて公共投資するとすればそういう人のつながりを作るような、例えば公共アカデミーとかそういうところに、まあ、言ったらいや投資してほしいちょっと頑張りやというふうな何かその人と人とネットワークとか、はい、それからまあ言ったら NPO だとかいろんなことも入ってくるかもしれない、そうですね、なるほど、そういう人の善意が動くと自然に産業というほどではなくても地域経済が起こってきますよね、でそれは数字には最初はならなくても、それは必ず数字を生む経済学の そこら辺が限界じゃないかと私は思うんですけど、経済を論じるにはもう絶対政治とかまあ、そういうことがこう込み込みでないと、論じててもその限界を感じてしまう、私はそう思います。だから思想史をなさってるのがいいなと思います。あ、そうですか、ありがとうございます。それで未来への提言をね、市民にもしていただいて、こういう場がこういっぱいできたら、みんなちょっと経営経済って何なんて言わんとね、いや聞きに行こうってきたらそれはサンデルさんのあれに関連してから、なるほど、あ、すごいですよ、よく勉強されてますね。そういう場がない、そういう場がいっぱい、はいはい、カフェでも、はいはい、バーでもどこでもいいですけど、そういう場、はいはい、お寺でもいいですけど、
ここは幼稚園のような多いんですけど、はい、そうです、そういう場所がね、でみんなが哲学や政治や経済やの何でもいいんですよね、そういう話ができる場所、特にそうですね、あ、それはみんなで考えていったら、ちょっと今みたいな政治がちょっとはどっか、うん、あの孫たちに責任が持てる世の中になっていけるんじゃないかと思って、うんうん、あの寄席を捧げたいと思いますじゃあ山野がこと京都アカデミーで応援してくださいいや、なんかすごい、いや、それは非常にありがたいお言葉ですね。そのちょっとだけその宣伝をさせてもらうと、その京都アカデミーやって最初はあの浅野先生に紹介していただいたんですけど、まさにそういうことを考えて僕たちも講演を始めてですね、やっぱ大学内もやっぱり競争なんですね、すごい。で大学の研究者こそ今本当に就職がなくてですね、非常にあのみんな結構大変なんですけれども、まあそれはそれとして、まあ一応やる今の仕組みの中でやっぱ努力することはせなあかんなと思いつつ、なんかこういうふうにある程度そういう競争とかを度外視して、なんか一緒に勉強したりとか、なんか誰か知ってよく知ってる人が知らない人に分かりやすく教えてあげたりとか、やっぱそういう場があるといいなというのはもともと思って始めたんです。で、そうするとこうやってたくさんの方に来ていただけますし、こうやって話も盛り上がって、そこでなんかそれこそ龍馬先生がおっしゃってたようなつながりが生まれたりするので、こういうことは自分たちでも積極的にやっていきたいなと思って、多分山の学校も、ね、目指しておられるところは非常に近いと思っていますので、今日はありがたいんですが、そうですね、でちょっと一応、まあ、経済学をやっているものとして、このまま、まあ、本当に終わってもいいんですけど、多少その成長派の用語みたいなのをやっときますと、それやっぱり内田さんがさっきおっしゃったことはやっぱり結構重要かなとは思います。だから今のやっぱり実態がないって言っていただいたような、その1000兆円の借金ってどう返すんやと。でその失業率も非常に上がってますし、でこの状況をやっぱりやるために、まあ一つはだからみんなが我慢するっていうのは一つですよね。だからもう極端に言うと1000兆円の国債持ってる人が全部そのお金返ってくる権利を放棄したら、それは国債問題で一気に解決するんですけど、まあやっぱなかなかそうはできないですよね。それは皆さんそれぞれの生活がありますし、まあ、そういう仕組みになってるのがじゃあおかしいのかもしれないですけど、とかそういうじゃあ仕事を困ってる人に分け与えてあげようっていうワークシェアリングいいなと思っても、じゃあ自分の雇用とかが給料をじゃあ切り減らして今分け与える余裕があるかっていうと、それ余裕ありますっていう人ってまあ少なくともそう聞かれたらイエスって答えれる人ってそんなやっぱりすぐには多くはないと思うんです。そこは価値観の転換が必要なのかもしれないし、ある程度やっぱりその今龍馬先生がおっしゃっていただいたように、何かもっとこれから投資すれば伸びる別の分野があるかもしれないです。でそこは成長させるところはやっぱりさせて、雇用を生み出したりとか借金返したりとか、あるいは貧しい人に配ったりとかいうことも同時にやっぱりやらんとダメかなというふうには、やっぱ一応経済学をやってるものとしては思います。ただこんなに脱成長の人がここに多いとはやっぱりさすがにちょっと意外でしたね。半々か、ある程度やっぱ脱成長の方が多いかなとか思ってたんですけども、こんな圧倒的多数、いやでもいろいろありがたいと言っていただけて嬉しかったです。他なんかありますかね。そろそろもう30分近く延長してるんで、一旦切り上げようかと思うんですが、栗山さん、お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、はい、はい、聞いておきたいと思います。さっき4つの選択のうちどれが一番いいかっていう風な話がありましたよね。はいはいはい、で、この時に皆さん、皆さんの大体の方は脱成長派のところで手を挙げたと思う。あげましたが、はい、きっと迷ってあげた人もいると思うんですよ、ね。はいはい、もちろんそうです。でどれにしよう、どれもなって言って、はい、どれもなと思って、でも最後に残ったからこれだと思って手を挙げた人もいるかもしれないと思うんです。一番最後だったから。私はリフレ派と脱成長派どっちにするかで迷って、はいはいはい、ちょっとリフレ派はハイリスク、ハイリターンかなって思ったので、はいはいはい、いい視点ですね、それは。ちょっと脱成長派かなと思ったんですけど、ちょっと脱成長派の方で迷うどれかと迷って脱成長派にした人がいたら、どうしてその迷
何と迷ったか、どうしてそれにしたか教えていただきます。そうですね、それで最後聞いてみましょうか。もう積極的脱成長派というか、もう迷わずに脱成長派だったっていう人と、かなりどれかと迷って、あのやむなく脱成長派にしたんです。脱退というのもあるんですか、融合というか。融合もの方もその迷った方に入れましょうか。じゃ積極的にも脱成長派に結構最初から決めてたっていう人はどれぐらいいますか。あ、それで 1,2,3,4,5,6,6 人ぐらい。じゃあ他の方は迷ってらっしゃいました、迷ったり、はい、あのどれかと組み合わせてとかいう感じですかね。はいはいはい。ちなみになんかどれかというと、脱成長と公共投資で迷ったり組み合わせっていう人っています、組み合わせとして。あ、それはないですか。脱成長はそれでもあり、はい、脱成長とリフレーターで迷った、うん、はいはいはい、なるほど。脱成長と構造改革で迷った。ああ、なるほど、ね、あ、そっかそっか。結構そこら辺はバラバラな。僕どっちかというと脱成長と公共投資の間で迷うというか、その間を置きたいという派ですね。なるほど。そうですね、ちょっとそろそろ強引にまとめてしまいますけれども、いや、これ別にどれが答えっていうことはないんですだし、脱成長がここまで多いと、もうちょっと成長派にもいいもんあるよっていうことをやっぱり僕としても擁護せなあかんかなという気になってしまうぐらいで、どれもそれなりに正しい答えなんで、まあ、ちょっとこれ簡単に覚えておいていただいて、これから何か経済のニュースとかを見たりとか、まあ、自分なりに大きく経済これからどうなるかってことを考えるときに一つの、まあ、参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、一応僕の授業は以上です。はい、ありがとうございます。